今回は二次関数の十五 y イコール ax の二乗プラス bx プラス c のグラフを見ていこうまずは今日のテーマとポイントを確認今日のテーマは y イコール ax の二乗プラス bx プラス c のグラフね。これからみんなは二次関数でこういう y イコールなんとか x の二乗プラスなんとか x プラスなんとかこんな式をたくさん見てグラフをスピーディーにかつ 正確に書いていかなきゃいけないんだ。そのためには、この三つの手順を覚えてね。y イコール x の二乗プラス b x プラス c のグラフの書き方。手順一。まず、これが何と言っても重要だね。これまで出てきた平方完成。二乗の形を作る。あの平方完成ね。それによって。グラフは頂点大事だからね。頂点を求める。まず頂点を求めちゃおう。 ただだだだそれだけけだとグラフが書けないんだ頂点を決めた後に A が正ならばこれは下に凸つ,つまり下にとんがってる放物線そして A が負ならつまりここねここがマイナスがついてたら上に凸つつまり上にとんがってる放物線そして向きが決まった座標の頂点の座標が決まり 上向きか下向きききかか下も決まってきたそして最後に軸との交点を定める軸との交点を求めるまあ主に y 軸のことが多いんだけど軸との交点を求めるこの3つの手順に従ってこれから書いていくよ。じゃあ例題一緒に見ていこう。 二次関数 y イコール x の2乗− 2 x プラス3のグラフをかけそんな問題だねこれからねこういう y とととかかか x x の乗プラスなんとかグラフを書く問題たくさん出てくるんだここでスピーディーかつ正確に書くためにはポイントが大事になるそれがこれだった今日の手順でグラフの書き方の手順はまず頂点求める上か下か決める軸との交点を定める この三ポイントに焦点を絞ってやっていくよ。まずは、じゃあここの頂点を求めようか。こうすると、y イコール x の二乗マイナス二 x プラス三を平方完成だね。頂点を求めるときには平方完成するとこんな形になるよ。y イコール平方完成のときには 半分にして二乗。このマイナス二を半分のマイナス一にして二乗。そして。ここの式と下の式。一致させるためには。余分なものが飛び出るよね。X. 二乗飛び出た。マイナス二 X. 飛び出た。そして余分なプラス一まで飛び出ちゃうから。マイナス一をくっつける。そしてプラス三。3つまり y。Y. イコール X. マイナス一の二乗。プラス二と。わかるわけね。 これによって分かったのはによって頂点は1、X、この括弧の中が0になる時が頂点だから、X、が1で Y 座標は2頂点12が出てきたつまりこれで手順1完了ね。次は上上かかかか下下を決めよう上か下か見ていくと Y イコール X の二乗この a の部分が正の時にはそう下に凸なグラフつまりこういう向きでいうとこういうふうに書くかまた向きは下に凸まあイメージ書こう下に凸ということはこんな放物線になるっわけねここまで書いて上か下か OK さらに軸との交点、これを定めると書きやすくなる。軸との交点は、y 軸が求めやすかったね。y 軸との交点は、x イコールゼロのときに y 軸と交わるんだから、x ゼロ代入するとゼロゼロ三。つまり x がゼロ、y は三。こうして三つ目のポイントもクリアした。 ここまで書けたら材料揃ったよねそうしてグラフを書いていくスペースがないからグラフは次の画面でやっていくよじゃあ実際にグラフを書いていくよさっき見てきたのはこれだったね1,2,3の手順に従って頂点1,2そして下に凸点0,3を通るつまり Y 軸との交点が3だということが分かったよねその情報をもとに実際にグラフを書いていこうよ まずは頂点12を通るわけだから 1, X が1進んだときに y は2進んでるからこのクロスするここね X 1, y ここが頂点になるよ。さらにイメージとしては下に1つだからこんな形の万歳型の放物線。さらに y 軸との交点は3だという情報があったわけだから三角とここ。 うん、そして下に凸な放物線書いていくとこんな形になるはずだよね左右対称になるように気をつけながら書くこうすることによって必要な情報を全部書けた y 軸書いた x 軸原点書けたそして頂点を定めるここね X が1の時に y は2さらに y 軸との交点は三を通ることを書けばちゃんと正確なグラフが書けたよねじゃあ練習一緒に解いていくよ二次関数 y イコール -x の二乗プラス二 x プラス四のグラフを書け出てきたねやっぱりグラフを書く問題で式が結構平べったい感じそんな時には三つのステップで解くよ今日覚えたいのはその三つのステップ 頂点求めるそして上か下か向きを定める軸との交点を決めるこの三ステップで書けばスピーディーに書けるからねじゃあまずこの式を頂点を求めるためにこうしよう y イコールマイナス -x の二乗プラス 2x プラス4この式を平方完成しよう二乗の形を強引に作るのね平方完成して頂点を求める 平方完成するると式はどうなるかなか、うん、まず y イコール注目したいのはここだよね X の二乗の前にマイナスっていう係数がついてるよねそんな時にはくくってから平方完成くくってから平方完成つまり x の二乗マイナス 2x+4 プラス4まずはくくったんだそして平方完成イコールマイナスの かこの中を平方完成すると x 係数を半分にして2乗半分にして2乗さらに邪魔なもの飛び出てるからさそれを消すように考えよう上の式ではこんな形下の式ではマイナスの係数同じス1の2乗を展開すると x の2乗を飛び出すそしてス2 x 飛び出すプラス +1 まで飛び出しちゃったさらに係数マイナスがかかるから余分なのはス1だ これを消すためにプラス1をくっつけようマイナス1を消すためにプラス1をくっつけるこれで波線部分完全に1、ね、さらにプラス4がついているからこうしようかつまり y イコールマイナス x マイナス1の2乗プラス5となってここね頂点の位置が分かっちゃったよって頂点は 括弧ここ、ね、の中が0になるように考えるから、X、は1そして、y、は残った5頂点が15と分かったよねそうしたら次に考えるのは今頂点チェックできたわけだよね次は上か下か向きを決めよう向きを決めるにはここに注目、X、の2乗の前マイナスがついてたら上に凸な放物線つまりまたよって頂点は15。 向きは上に突な放物線,上にな放物線そして次は向きが定まったら今度は軸との交点を求めようか軸どこで交わるのかな X の時代入してみようそうすると、y、軸との交点が分かって 0, 0, 4つまり、y、軸との交点は X が0の時に y 軸と交わる y 軸との交点は0の時に4こうして必要な情報を3つ全部取り出したようなあとは次の画面で正確なグラフを書いていくよじゃあさっき求めた3つの情報をもとにして正確なグラフを書くよ3つの情報はこれね頂点は15だったそして上に凸なグラフで点04を通る。 Y 軸との交点が4だった、ね、じゃあまず頂点から定めていくと1の時5つまり x 座標1の時に y 座標5だから大体いい1でいうとまあこの辺りと定まるかな。でちゃんと情報を入れていこう X が1の時に y は5こんな点を取るわけねそして向きは上にとつだからこんな放物線こういわゆるがっかり型の 放放物物線だっったねがっかり型の放物線であとはその放物線の形を決めるために最後の情報点04を通る y 軸との交点が4だったわけだからうん0の時に4だいたいこの辺りかな04を通るとこうしてようやく放物線の形決まってくるわけね、うん。だいたい左右対称になるように書いていくとこんな形ね。 こういうふうにいってこうなってあとは左右対称になるようにしてこうするとこうするとこうすることによってちゃんと頂点15と取る y 軸との交点は4さらに上に凸な放物線こういうグラフが正確に書けたよ。今日のポイントをおさらいしよう y イコール ax の二乗プラス bx プラス c のグラフの書き方それを見たよね三つのステップをしっかりと採用まず平方完成して頂点なんだかんで言っても頂点が大事頂点を求めるそして a つまり x の二乗の前の部分がプラスだったら下に突 a の部分 x の二乗の前の部分がマイナスだったら上に突向きを決める 最後に軸との交点を求めよう主に Y 軸との交点が求めやすかったよね